音声メディアの収益化の展望は、収益化とか考えない方がいいですよ、本当最初は。とにかく、有益な発信をして、それでその視聴者の方とか増やしていく。そっちを最初に優先で考えていって、最初から収益化しよう。最初から稼ごうと思ってブログを書く人とか、最初から稼ごうと思って YouTube 書く人、絶対続いてないですからね。なんか、僕、プロタンとかすごい好きなんですけど、プロタンってもうニコニコ動画の頃からずっと動画撮ってるじゃないですか。だから絶対動画好きなんですよ。だから、結局、やっぱそういう、稼げなくても続けれるようなこと、まあ、それをやるのがもう絶対ベストだと思います。僕の場合、正直ブログなんですよね。ブログ稼げなくても全然続くんで、まあ、そんな感じです。